こんにちは、スノーです。今回はポーラーズということで、やっていきたいと思います。そもそもポーラーズって何ですかっていうと、データフレームを扱う、ライブラリの一つで、有名どころで言うとパンダスとかがあると思うんですけど、パンダスよりも高速化されているという話を聞いたので、今回ちょっとポーラーズについて、ご紹介したいと思います。ポーラーズの、ちょっとパンダスとの違いというところをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まずポーラーズにはインデックスがありませんと。でポーラーズのは、メモリ内で、データを保持してるから高速ですみたいなことが書いてます。他にも並列操作がサポートしてるとか、あとはパンダスとも若干構文が違いますようで、データ選択の時、データフレーム、パンダスのデータフレームだとこうやってカラム名を指定するだけでよかったんですけど、ポーラーズだと、セレクトっていうメソッドを使って中でリストで、カラムを指定する必要があると。ちょっとカラムを抽出するのにちょっと独特な操作が、パンダスと比べるとちょっと独特な操作が必要なのかなっていうところですね。あとデータフレームのフィルターかけるのにも、パンダスだと、この角括弧の後ろでデータフレーム、大なり10とかすれば、フィルターかけられるんですけど、ポーラーズだと、データフレーム .filter、PL は多分ポーラーズの PL ですね。PL.col、括弧、カラム名で、これが今行の選択になってるんですかね。で、それに対して、例えば10以下のものを抽出してくださいよ、みたいなのが、この1行に入っているというような感じですかね。っていうのが、ずらっと、パンダスとの違いが書いてあると。じゃあ、ポーラーズ、パンダスに慣れてる人がポーラーズ使う意味は何なのかっていうところで、多分速くなってるっていうところが重要なのかなと私は思ってるんですけど、ちょっと実際に速いかどうかっていうのを、簡単なソースコードでお見せできればなと思います。はい、これが今回お見せするソースコードになります。何をインストールし、インポートしてるのはパンダスとポーラーズを、PL としてインポートしてます。あとは、時間測るのにタイムと、データを作るのにランダムをインポートしてるだけなんですけど、じゃあ先にサンプルのデータ作りたいと思います。で、ここではデータフレーム、パンダスのデータフレームを作って、一旦 CSV で保存しますね。で、何を保存してるのかというと、カラムが4つで、何行だ1000万行のレコードを持つデータフレームを作って、それをデータフレームとして保存します。はい、で出来上がったのがこのサンプル .csv になるんですけど、だいたい容量的には350メガぐらいになってます。じゃあこれをパンダスとポーラーズを使って読み込みで競争させたいと思います。はい、じゃあまたソースコードに戻ってきたんですけど、じゃあですね、パンダスでデータフレームを作るために pd.readcsv でパンダスのメソッドを使ってさっきのサンプル csv を読み込ませたいと思います。じゃあ今だいたい2秒約3秒読み込むのにかかりました。じゃあ次ポーラーズのリード CSV を使って同じように同じデータを読み込んでみたいと思います。やっぱちょっと早いですね。パンダスが2秒約3秒に対して 1.65 秒なんで、半分とは言わないですけど約倍ぐらいの速度で読み込んでるような形になりますかね。じゃあ読み込んだデータをパンダスの PDDF として、今の
Pandas のデータフレームを格納してるんで、今度は Pandas のデータフレームを使って SUM で全部合計してみたいと思います。まあ、これはそんなに差はないかなと思うんですけど、全部、まあ、数百万行、ん？何行だっけ？1000万行か。1000万行全部足したとしても 0.05 秒。ほとんどかかってないですね。じゃあ、ポーラーズのデータフレームで合計してみると、よいしょ。お、0.02 秒。やっぱり、だいぶ早いな。半分ぐらいの速度でできるのかな？でも、パンダスも、ちょっと揺れてるだけで。でも、あれやな。ポーラーズの速度を上回るようにはならないですね。やっぱり、ポーラーズの方が若干早い。読み込みに関しては、だいたい半分ぐらいの速度でできちゃう。3秒と 1.2 秒。やっぱり半分ぐらいですね。だから読み込み速度だけで言うと、ポーラーズの方が読み込み速度は2倍速いというような感じになってます。まあ、さっきインデックスがないっていう話をしたんですけど、Pandas のデータフレームだとこんな感じで、インデックスがつくんですよね。0123456789010。で、ポーラーズだと、あれ、ポーラーズでもなんか、インデックスついてるように見えますね。あ、読み込んでるデータがちょっとおかしいかも。あれですね。ちょっと読み込んでるデータに別のデータが紛れてるんで、おかしくなってるみたいですね。ちょっと読み込みデータを修正したいと思います。読み込みデータ修正終わっても270メガぐらいになりましたね。で、もう一度、同じ操作をしてみますけれども、まあ速度的には、もっと速くなったな。3秒だったのに1秒切りましたね。半分以下になりました。で、実際にデータフレームを見てみると、こんな感じ。Pandas だと、インデックスが一番左についてるんですけど、Polars だと、インデックスがつかないよ。まあその分、高速化されてるんだろうとは思うんですけど、まあこんな感じでインデックスがつかないデータフレームになりますよっていうのがここでわかるかなと思います。ちょっと普段 Pandas 使ってるんですけど、 Polars 使うとややこしいなって思うところが、こうフィルターかけるときとかですかね。まあ、例えば Pandas のデータフレームを使って、グループ1でまとめて、相当をかけた上で全てを平均値にした上で、value1 っていう値を抽出する場合は、まあこんな感じで書けますよと。結構すっきり書けるのかなと思うんですけど、まあこうすることで、ランダムに振られた数値ごとに、まあ平均値を出して、ずらずらずらっと0から100まで並べてくれるみたいなのが、この1行でできるんですけど、じゃあ、同様の結果を出そうと思うと、ポーラーズだとこんな感じになります。 PL データフレームでセレクトをします。で、グループ1と、ポーラーズのカラムのバリュー1っていうのを抽出した上で、平均値取りますよと。で、オーバーなんちゃらっていう書き方をして、まあ、グループ1に5とグループ1の値ごとに、まあ、平均値を取ります。で、エイリアスとして、まあV1 の平均値ですよっていう表示をさせますっていうのをここで定義してると。で、最後に相当グループバイ、グループ1で相当して値をユニークなものだけにするというような形にしてやると、同じような結果が得られるというような感じになってます。まあ、これだけ見ると、ちょっとポーラーズの方がソースコードは冗長になるんかなと思うんですけど、まあ慣れたらできるようになるんですかね。
私ちょっとパンダスに慣れてるんでこっちの方がいいかなと思うんですけど、まあその分速度があるんでポーラーズ使うのもいいかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ポーラーズちょっと使ってみたんですけど、パンダス使い慣れてる人からするとちょっと癖があるかなとは思うんですけど、まあ、その分、高速化されてるってことなんで、いろいろ重いデータの処理を複数回こなすとかであればこういった選択肢もありなのかなと思います。まあ、初めからポーラーズに慣れていればあんまり気にすることもないのかなと思うんですけどね。まあ早いという点でポーラーズ皆さんも一度使ってみてはいかがでしょうか。といったところで今回は以上となります。ご清聴ありがとうございました。